はい、皆さんこんにちは。今日は第3番を一緒に勉強していきましょう。まずこの出だしなんですけども、この8小節間の最初のフレーズの中で、隠されたメロディーがあります。それはという、縮小するとこのような山の形になります。これが隠されています。まずこの息の長い、8小節の中でこの単純な形のメロディーを表現するにはどうしたいでしょうか。僕はこれは歌だと解釈します。歌なので実際に楽器を触らずに、自分の声で歌ってみて、弾くと一番良いと思っています。ので、例えば、この動画のタイトルは練習の仕方のことなので、まず実際にこう歌ってみましょう。で、そして歌ってみて、からその後に自分が楽器で弾くときに、どのようにしたら弾きやすいかということを、楽器を触らずに、楽譜見ながら頭の中に、自分が演奏している様子を思い浮かべてみましょう。例えばフィンガードオクターブで、時に例えば僕は1と3だけで、演奏します。決してフィンガードオクターブで、交互に演奏したりはしません。なぜならやっぱり歌なので、歌のこう自然な声の加工の要素をこう出すためには、一つの指だけでする必要があるとかです。これをまず、楽器を触る前にイメージトレーニングをしてみることは非常に、効果的かと思います。そして、プレストの出だしの8小節についても少し話したいと思います。これは一言で言えば、1度5度1度という秩序を立てられた要素がすでにこの最初の8小節に包含されているということですね。これは非常にフレーズが長いんですけども、その中で、練習をこうゆっくりするときに、重要になってくるのは、もしかしたらどこにこう思う差が置かれているのかということを理解することがあると思います。なので、1度5度というふうに一度にまた戻ってくるという流れを一度参考にしてみてはいかがでしょうか。